超ロングフィン。はい、皆さんこんにちは。ミクチャンネルの時間です。おい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 、これ徹夜チャンネルだろ、乗っとるんじゃないよ。ということで、今日は超ロングフィン、いよいよ海に持っていきたいと思いまーす。さてさて、2メートル超えの世界最長のフィン、超ロングフィン、履くだけでも一苦労です。後ろでボスが剪定掃除を頑張っておりますが、早速泳いでみたいと思いまーす。やっぱりフィンが長すぎて、まず最初の泳ぎ出し方がよくわからないんですよね。思ったほどフィンが重くなかったので、バランスは非常に取りやすかったです。それでは泳いでみたいと思います。実際泳いでみると結構難しいです。この長いフィンがリボンのようにひらひらなる予定だったんですが、ふにゃんふにゃんで全然綺麗に動いてくれません。そしてなかなか前に進みません。蹴り方が悪いのか、フィンがねじれていっちゃうんですよね。ミクと僕でデザイン勝負したんですけど、投票結果によるとミクの方が人気があったのがめちゃくちゃ腹立ちました。いや、これ絶対僕の方がいいと思うんですよね。この水中での映え感がやっぱり僕の方がいいですよね。納得いかないなぁ。にしても長いですね。まあ、そんじょそこらのロングフィンとはわけが違うので、目立つこと間違いなしです。一応スキンダイビングにも挑戦してみました。これひらひらと人魚のように泳げたらめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、全然うまいこと蹴れないんですよね。もうフィンがただ暴れてるようにしか見えないですね。特に僕の場合、そもそものフィンキックが下手くそなので、フィンキックの練習からし直さないとダメみたいですね。ちなみに今人気のね、長いリーダーフィンの蹴り方は、まあ、膝を曲げないように足の付け根から全体を動かすように大きく漕ぐそうです。足の甲で水を蹴るイメージでゆっくりと大きく動かすのがポイントなんですが、僕には全くできていません。一応ミクにも履いてもらいました。ミクもね、どうせふにゃんふにゃんになってうまく蹴れないんだろうなぁと思ってたんですけど、なんかめっちゃうまいんですよ。めっちゃ腹立ちますよね。さすが元水泳のインストラクターだけあって、蹴り方めちゃくちゃうまいです。このドヤ顔がまた腹立ちます。綺麗に泳ぐコツをミクに聞いたんですけど、なんか頭で考えずに体で感じるみたいな、ブルースリーみたいなこと言い出したので全然話になりませんでした。スキンダイビングにも挑戦してもらいました。先行の段階からめっちゃ綺麗なんですよね。僕このヒラヒラをやりたかったんですよ。腹立つのでこの辺でカットします。最後はボスにも挑戦してもらいました。ものすごいパワフルな泳ぎです。フィンがバラバラに壊れてしまうんじゃないかと心配しましたが、なんとか持ってくれました。この素早く小刻みにフィンを動かしているとかなりスピードが出て、もしかしたらこれが一番正解の泳ぎ方なのかもしれません。なんだかんだボスがこのフィンを一番気に入って楽しんでくれてたように思います。ものすごい今更ですが、フィンの裏にも絵を描いた方が良かったなとちょっと後悔しております。その後も3人でああでもないこうでもないと遊んでいたら、やっぱり壊れてしまいました。はい、世界最長の超ロングフィン、いかがだったでしょうか。やっぱり結論としてはこの普通のフィンが一番使いやすいということですね。ということで今回はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。誰か欲しい方もらってください。はい、
チャンネル登録お願いします。